2号艇真庭博選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ地元水面は連続優勝となるんですが、はい、今節は8戦中5勝を挙げる動きとなっています。改めて船橋はどうでしょう。まあ出足関係とかがいいと思います。はい、伸びに関してはどのぐらいの評価。伸びはまあ普通ぐらいだと思います。明日の作業としては、まあ、どのようなイメージでしょうか。まあ、そうですね、プロペラ叩いて、まあ、いろいろ試してダメなら戻しての繰り返しになると思います。はい、まあ、そこはまあ出足をさらに求めてというところになりそうです。いや、伸びもちょっとつけたりしてなんかどうかなって感じで調整してダメならもう今のまんまで来ます。はい、明日は2号艇で戦う優勝戦となりましたが、はい、まあ、船の向きなど操縦性に関してはいかがでしょう。まあ、悪くはないんですけどちょっと外したらなんか回りすぎて失敗したりするんでそこをしっかり抑えたいです。はい、はい、スタートに関してなんですがちょっと風が変わって難しいというお話もあったんですが、はい、準優勝戦コンマ06というタイミングでしたがいかがでしたか。いや、もう切ったと思いました。あ、そうだったんですね正直、はい、まあ、では明日もしっかりちょっとスタートを掴んでいってというところ。そうですね、まあスローは、今節は結構全速ではいけてるんで、まあ、全速で10ぐらいを目標に、あんま早かったらホールと思うんでちょっとまあ全速できる範囲でいきたいです。はい、それでは最後にファンの方に向けて意気込みをお願いします。まあ頑張ります。